釣り博 TV をご覧の皆さん、こんにちは、山根です。今回もですね、石川さんからミッションをいただきました。今回のお題はダイソーで手に入る釣り具で浮き釣り仕掛けを作れ。ダイソーの商品を組み合わせて浮き釣りで釣っていきたいと思います。今ね、もうお昼過ぎです。あと実調時間できてあと1時間ぐらいなんですけども、今の海況はなんとなく僕把握しております。サバがめっちゃ湧いてます。1時間ぐらい前までこのぐらいのサバがバクバクしてました。でそのサバの軍団の下にグレがね、こう見え隠れしてるんです。キャッキャッ、ね、コッパから30センチぐらいのグレがね見えてるんです。狙うはサバの下にいるグレです。サバも釣りますけどね。はい、ということで、やってみたいと思います。いろいろ買ってきました。もうどんな状況になるか分かんなかったんで、とりあえずまあ浮きね、棒浮き、サンゴの棒浮きが売ってました。これを2つ予備含め、こういったキスの仕掛け、サビキ、ジグサビキっていうちょっと強い系のサビキ、これでなんか30センチぐらいのサバとか釣れたらいい魚だなと思いながら買ってきました。まああとはサルカンね。ということで、ざっと浮き、天秤、サビキって今持ってるんですけど、これを組み合わせて浮き釣りの仕掛けを作っていきたいと思います。棒浮き、これ2種類あるんですけど、こっちが100円でこっちが200円の商品だね。まあ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 、200円でしょ、いいやつ使おう。3号なんで、重りは3号、これもセットで、サビキ針、ジグサビキで、ちょい投げの仕掛け。ちょっとサビキはアピール力強いんで、一旦ベンチ。これいってみよう。このキスカレーハゼちょい投げ仕掛け、これの針だけを使いましょう。あ、待ってよ、重り、これ8号って書いてある。8号だとこれ沈没しちゃうから、この天秤使おう。じゃん、弓形ちょい投げ天秤、投げかご仕掛けみたいな雰囲気にしよう。かごはないけども。そうなんですよ、かごはね売ってるはずなんですけど品切れで、3件回ったんですよ僕。3件ともサビキ用のカゴが売り切れでした。これね、ちょい投げしか結局1個しかないからね、なくしたら大ごとよ。ちょっと長いですね、これ絡みそうやな。すいません、絡まん棒だけ自分のやつ使っちゃいます。このぐらい許して、石川さん。はい、仕掛け完成しました。200円の棒浮きに100円の天秤と100円の重り、そんでもってキス用の仕掛けです。投げ釣りと浮き釣りのコラボでございます。これでちょっと行ってみよう。まずはそもそも本当にサンゴの浮きでちゃんと浮くんかいってことですよ。お、浮く浮く、ぴったんこじゃん、これいけるわ。よし、じゃあ餌をつけていきましょう。キス針でもちっちゃいからいけるかも。これがグレにかかるかどうかはちょっとわからんけど、あ、でも見て、オキアミの大きさにはベストマッチ。グレの引きに耐えてくれるかな。めっちゃ団子結びみたいな結び方をされてる。とりあえずやってみよう、魚を釣らなきゃ。投げます。あ、サバいない、嘘。これはいいのか悪いのか、サバが全くおらんぞ。なんならグレも一緒にいなくなってるよ。忙しい浮き釣りになるかと思いきや、のんびりな浮き釣りになりそうですね。餌は取られてないことでしょう。そうだよね、魚おらんもんね。何、あんなに湧いてた魚たちどこへ行った。ん、あ、いった、あー、いった、切られたんちゃう、切られた。ちょっと出直します。投げさびきの仕掛けで行くんですけど、これちょっと小細工します。さすがに化けがついてると
ちょっとグレーの食い悪そうなんで化けを取っちゃいます。こういうハリスとハリっていう商品が僕は見つけられなかったんで、そういう商品が出たらいいなって思いました。これも天秤仕様に今投げさびきを作り変えました。めっちゃんこ警戒されそうな夜光玉が2つついとるけども、やってみよう。湧いてたグレもやっぱサバがいたから競い合うように食ってたっていうのはあるだろうな。行ってみよう。ドラグ緩めとこ。お、グレー出てきた、グレー出てきた。うわ、あとは食うかどうかやな。うわ、釣れそう釣れそう。ダメか、見切るか、この天秤の仕掛けじゃ。歯がゆい歯がゆい、吹かせにしたら釣れそうなのに。うわ、餌残ってる。結構上で食ってるんだけどな。さすがに警戒するよね、こんなガチャガチャしてたら。風吹いてきた、悔しいぞ。そこに見えてる。ダイムダイム、ちょっと待ってくださいか。無理だ無理、めちゃくちゃ見切ってるもん。ちょっと待ってください。針自体は多分使えると思うんですよ。切っちゃいます。はい、針だけ解体しました。これダイソーの針です。ダイソーの針というか、ダイソーのジグサビキから解体した針、これを結ぶ。ちなみにこれは僕のハリスです。許してください。結びました。これは釣れるんじゃないの。これはちょっとズルだけど、ハリスも80センチぐらい取りました。ほぼ自作みたいになってきちゃった。おお、すごいすごいすごい、グレーいっぱいいる。よし来た、やった。よし来た、やった。おし、ダイソー仕掛けでやった、やった、釣れた。嬉しい、あー嬉しい、やりました。ちょっと最後は自分のハリスを使わせていただきました。糸だけ自前の 1.5 号の糸を結ばせていただきましたけども、針はジグサビキの針、これ分解しました。ほんで、おーおーおーおお、天秤です。投げ釣り用の天秤、3号の重り、そして浮きもダイソーの棒浮き、これでグレーが釣れました。お腹です。いい魚でしょう、石川さん、嬉しい。まだまだ釣れそうなんで、あと15分、目指せ30センチオーバー、やりましょう。よし来た、やった、オッケー、いいサイズ。おお、やばい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 、うわ、引き強い引き強い、上がってこい上がってこい。頑張れ頑張れ、よし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 、なんちゅう引きや、めっちゃパワフル。取れるかな、めっちゃいく、うお、やばいやばいやばい、あ、上がってきた上がってきた、うお、やった、よし。これ今最感なんですよね、網が届くかな。あ、いや、高い、石川さん助けて、石川さん、いつもなら石川さんが救ってくれるけど、今日は一人、今日は一人。よし、入った、やった
やった、ダイソー仕掛けて大物ゲット。はい、アイゴでございました。ダイソーの有り合わせ仕掛けで30センチオーバーのアイゴが釣れました。めちゃくちゃ楽しかったよ、今すげえファイトだったし。いやー、よかった。切られるかなと思ったけど、なんとか最後耐えてくれました。仕掛けのシステムは全然天秤を使ったね、浮き釣りで釣れました。本当なんか最初こんなんで釣れるんかなと思ってましたけど、意外と釣れますね。いやー、よかったよかったよかった。皆さん、アイゴは本当に気をつけましょう。持つときね、下にね絶対足とか置かないように、ボトッと落ちたときに、膝とかね、足の甲とか刺されるんで気をつけましょう。じゃあリリースしたいと思います。ありがとうね、アイゴくん、ナイスファイター、バイバイ。はい、お疲れ様でした。今回はね、ダイソーの釣り具を使って浮き釣り仕掛けを作ってみました。まあね、はっきり言いまして、市販のねセット仕掛け、釣り具屋さんで売られてるちゃんとしたセット仕掛けね、いつも釣り博 TV でもご紹介してます。それを使った方が効果は伸びると思いますね。ツッコミどころ満載な、ダイソー仕掛けで魚を釣るっていうね企画だったんですけど、一個だけね、魚釣りの大切なね醍醐味があったなと感じました。それはね、有り合わせの道具を使ってその場で釣れる仕掛けを作るっていう、この醍醐味、これはねすごい今回感じられたかなと思います。セット仕掛けを買えばすごい便利なんですけども、まあ一つずつね、あの道具を組み合わせて魚を釣るっていうね、餌釣りならではの楽しみ方は今回ね、ダイソーっていう釣り具の縛りを、受けることによって感じられた楽しみの一つでした。魚釣りっていろんな楽しみ方とか醍醐味があると僕は思ってますね。不便を楽しむのもまた一つ魚釣りの醍醐味かなと思います。もちろん、最初はね、セット仕掛けから、魚釣りに入られるのがいいと思いますね。そんな中でね、魚釣り慣れてきて、少しずつ魚が釣れるようになったらね、まあダイソーじゃなくてもいいです。釣り具屋さんに行ってバラで売られている針だったり、重り、浮き止め、いろんな小物があります。それをね、一つずつね組み合わせて、自分が通ってる、釣り場に一番適した仕掛けってなんだろうって考えながらね、楽しんでみるのもありかなと思います。そんなこんなで今回はですね、ダイソーの仕掛けで浮き釣りをするという、企画を楽しんでみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。釣り博 TV ではね、これからもいろんな魚、いろんな釣り方を、ご紹介していければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたね。